はい、ではいよいよバッティングだけど、まあバッティングで僕があなたたちに教えてやりたいなと思うのは、タイミングをどうやって取るかなんだ。タイミング、タイミングの取り方を覚えればもう意図も簡単に打てますよ。それはピッチャーの手が動き出した時に、足が上がり始めた時に、バッターはタイミングを取り出す、合わせて引いてね、これはタイミングだ。そしてピッチャーの手からボールがまさに離れる時に踏み出します。踏み出す、これが間だ、間。そしてストライクボールをこの 18.44 の間に 0.23 秒ぐらいの間にストライクボールを判定して打つ。いいですか。